はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、全然フィギュア紹介っていう紹介でもないんですけど、前回ご紹介しました、ドラゴンボール HG ですね。はい、あちら、やっぱりベジータとゴーク、あれはちょっとひどいなと思ったんでね、またバンダイに問い合わせました。はい、でさっき届いたんですけれども、はい、こういう感じでね、はい、おもちゃの町バンダイ栃木配送センターからね、小箱が送られてきました。はい、で開けたらね、まあ、こういう手紙が入ってました。はい、バンダイ商品をご愛用いただきまして誠にありがとうございます。この度はせっかくお買い求めいただきましたにもかかわらずご迷惑をおかけしましたことにも深くお詫び申し上げますと。で、お申し出いただきました品をお送りしますのでお受け取りくださいと。で、今後ともお気づきの点がございましたらお気軽にお申し出くださいますようお願い申し上げますということでね、はい、こちらドラゴンボール悟空海王拳ベジータ、はい、数量1、0円、はい、ということでね、はい、ちゃんと、はい、送られてきました。はい、2つ目入ってます。はい、一応ね、また中身、ちょっと見ていきたいと思います。ではね、早速開封してね、組み立てちゃいましょう。はい、組み立て終わりました。では見ていきましょう。こちらです。完璧。いや、もうテカリが全然ないですよ。もう完璧ですね。で、顔もやっぱよくできてる。スマイル検知しますね。まあ、ちょっとスカウターが浮いちゃってるけどね、これはまあドライヤーで温めれば多分大丈夫かと思います。やっぱ代替品だけあってね、よくできてますね。色のはみ出しも全くないって言っていうほどよくできてます。ではベジータね、前回のね不良品見てみましょう。こちら、全然ちゃうやん。これ全く違う。うわ、全然ひどい。コミントすっごいひどいな、これ。うわ、テカテカ、ベッタベタ。うわ、これはやっぱね、もうこれはもうどうにもこうにもね、やっぱ言わないとダメだよね、これはね。いや、こんなに差があると思わなかったな。いや、これはひどい。こっちはひどい。いや、これこう考えるとよくできてるね、やっぱ HG にしてはベジータも。はい、ということでね、ベジータ、はい、続いて、悟空です。見ていきましょう。こちら、はい、悟空もね、こっちじゃねはい、こっちです。はい、はい、もう額の傷もなくてね、顔もやっぱこれよくできてるな。傷がなかったら完璧って言ってたことが本当になりましたね。完璧だわ、これ。いや、これもう本当ね、色ムラもなくね、結構ちゃんとしっかり塗られててね、こう前回のと見比べるとね、もう背中のここにもね、ちょっと斑点みたいについてるんですよね、点がね。それも全然ないしね、完璧だわ。完璧な個体です。まあ、前回のがね、見てもらえば分かりますが、額、傷あるね、左側。こっちはもう全くと言っていいほどなくて、スマイル検知もしますね。指プルプル震えちゃうけど。はい。いやー、これはいい。これはいいね。うん。いや、やっぱ悟空よくできてるよ。やっぱすごいわ、これ。はい。でね、この、2体を交換したわけですが、
いつもだったらね、不良品を、送り返すんですが、今回はね、なんか電話の時点でね、詳しく説明していただいたんで、返送、しなくても大丈夫ですっていうことでね、なので、そちらの方でね、処分していただいて構いませんということでね、なので、2対2体になっちゃいましたね。まあ処分って言ってもまあいくら出来が悪くてもね、捨てるのはもったいないからね、まあこれはこれでね、まあ不良の見本ということでね、まあ取っときますけれども、はい、いや今回の答えは素晴らしい、もう文句の言いようがないですね。はい、よかった。でね、ついでにまあご紹介しちゃおうかな。今日ねちょっと渋谷行ってきまして、渋谷のね、ちょっとここに行ってきました。マンだらけ、はい、渋谷店に行ってきましたね、わざわざ若者の街渋谷に行ってマンだらけに行ってきたっていうね。で1点だけ買ってきたものがあって、はい、こちら、はい、ゾロのアクリルスタンド、はい、こちらを買ってきましたね。これ持ってないんですよ、だからあこれはいい、かっけえと思って、はい、1200円もしたんですけど、買っちゃいましたね。はい、だからで、まあでもねゾロ好きなんで悔いはないですね、これは持ってなかったから、はい、よかった。であともう一つ、まあついでに紹介しようかな、ガチャガチャやってね、これやってきたんですよ。これなんだか分かります？まあ分からない人のためにね、ちょっとこれ組み立てちゃいましょう。はい、組み立て終わりました。見ていきましょう、こちら。はい、これを見れば分かる人も多いんじゃないでしょうか。はい、スパイダーマンです。はい、まあ、スパイダーマンでもね、これは違うっていうか、まあ別バージョンなんですけどね、スパイダーマンの、ステルススーツ、はい、それですね。いや本当はねこれラインナップにね、あら、こうなってましてね、本当はスパイダーマンのね普通のこのアップグレードスーツが欲しかったんですけどね、まあでもね2番目に欲しかったのがこっちなんでね、ミステリオじゃなくてよかった、はい、こちらもねやってきたんですよ、で出たのがこれっていうことですね、まあ1回400円なんですけれども、これ出来がいいんですよ、すっごいかっこいいんですよね、かっこいいつうかかわいいつうか、よくできてて、いやこれはねスパイダーマン好きなんでね、はい、十分ですね、はい、っていう感じでね、今回はこんな感じで、まあね、まあ主な内容はこっちです。はい。ボロボロ。ちゃんとしたね、まともなやつが届いたっていうことですね。はい。ピントが合わない。だからこっちじゃねえっつって。こっちでしたね。はい。いや、ほんとこれまともだなぁ。いや、いい。でベジータなんかもう完璧だよね。ちょっとスカウターだけ後で温めて戻しますけど、いやこんなに違うと思わなかったな。はい、ということでね、今回は以上にて終わりたいと思います、最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひねチャンネル登録&いいねボタンよろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。